こんにちはっていうのがあったんですよ、作品との、自分との間に。日本の伝統的な流れを引き継ぎ、また独自の手法を編み出し、日々作り続ける。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、美を次の世代へ、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は陶芸家富岡夏恵。彼女のモチーフは人間以外の生き物、そしてそのスタイルはほぼ実物大の大きさで作ること。そこからはまるでぬくもりや息遣いさえも形にする彼女のこだわりが。そうですね、実物大で作ることによって、よりなんかこう距離感が、自分とその生き物との距離感が縮む気がして、ちっちゃいものだともう本当すぐ作れちゃうというか、まあ、サイズが小さい分すぐどうにかなるような感じなんですけど、大きいとやっぱり2ヶ月3ヶ月ずっとこうかかるので、やっぱ情も移りますし、こう作った分だけこう出てきてくれるとっていう、よりそのありますね、そういう感動が自分の中でも。最初は作る過程で大体のフォルムを作って、その上に土のテクスチャーなりを集積させていくやり方をいつもやってるんですけど、だんだん作っていって見えてくると、なんかこう早く早くみたいな顔やってると、やっぱ目が入るとおってなってきますね、作っていく中で。命の表現、芸術世界の永遠のテーマともいえるこの難題。しかしそこには彼女のこんな体験が。大学院の研修旅行みたいなので中国に行った時に、飾りで首がこう飾ってあったんですよ、鳥のトサカとか。でそれをなんかギャーとか言って、なんかもう 見せないでみたいなことを言ってる人たちがいて、もお肉はいただいてるのに鳥に失礼じゃないですかっていうのを、なんかこう鶏の気持ちになって、ふってぶってしいでっかい鶏を作ったんですよ。それは結構自分がその気持ちになって、ちょっと寄り添って作った作品ですね。命の尊さ、そんな富岡夏恵のブレイク前夜。もっといろんな人に作品を見てもらいたいので、できれば、ね、海外でもやってみたいなっていうのはありますね。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。美を次の世代へ、本郷美術骨董館の提供でお送りしました。